こんにちは。今日は今日から家トレを始めてみようっていうあなた、または以前ね家トレやってみたけどなかなか続かなかったっていうあなたに、家トレを続けるための3つのコツをお伝えしたいと思います。いつやったらいいのっていう時間のお話と、どれぐらいのスペースが必要なのっていう場所のお話と、最後に何をやったらいいのっていう種目のお話をします。そして最後にトレーニングもついてますので、ぜひ最後まで見てください。まず1つ目、時間なんですが、これ一番大事なことはね、いきなり30分とかがっつりトレーニングしないこと。最初ってね、どうしても張り切っちゃってすごい長い難しいトレーニングに挑戦したり、1日でやったやりきったっていうところまでやっちゃうんですよ。けどもうそれね、すぐに燃え尽きちゃうので、3日坊主どころか2日やればいい方ぐらいになっちゃうので、長くても15分以内ぐらいから始めた方がいいです。もう私のおすすめはもう5分以内のトレーニング、私の動画にも4分だけトレーニングとかあるので、まずはその辺から始めてもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。とにかく毎日ちょっとずつ続けることが大事になりますね。それからやる時間を決めること、いつがいいんですかっていう質問をよくいただくんですけど、もういろんな説があって、朝起きた時がいいとか夜寝る前がいいとか、どれを信じたらいいかね、なかなか分かりづらいと思うんですよ。なので一番いいのは、あなたがこの時間ならいつもできそうだなっていう時、その時にやるのが本当に一番いいです。私のおすすめはお風呂の前ですかね。何かに組み合わせて、もうここはトレーニングの時間って決めると継続しやすいので、お風呂自分で入れる方はお風呂のスイッチピッと押して、沸くまでに、10分15分ぐらいありますよね。その時間に必ずトレーニングをするっていう風に決めちゃうと継続しやすくなりますから、お風呂の前が一番おすすめ。その時間なかなか難しいっていう人は朝起きたらでもいいし、寝る前でもいいし、何かにセット、歯磨きをする前とか何かにセットするのがおすすめになります。そして場所なんですけども、どれぐらいのスペースが必要かっていうと、まあヨガマット1枚分あれば大概のトレーニングはできます。ヨガマットを絶対買わなきゃいけないとかそういうことではなくって、ストレッチなんかねやるときはちょっと自分が横になってできるぐらいのスペースがあればいいと思うんですけど、なんか物をどかしてスペースを作らないとトレーニングができないっていう状態になっていると、これもまた継続できない原因になってしまうので、ヨガマット1枚分ぐらいのスペースはいつも確保しておいて、そこでトレーニングをするっていう風に決めるのがおすすめです。またはそれも難しい方は、これも私の動画の中に立ったまま簡単にできるトレーニングっていうのがあるので、何もね寝なきゃできないっていうことはないんですね。腹筋でも何でも寝なくてもできるトレーニングもありますから、スペースがなかなかないっていう人は立ったままできるトレーニングをやればいいので、大きなスペースは必要ないけれども、いつもここでやるっていうね、その動きができる場所を決めておくと継続しやすいと思います。はい、最後3つ目は種目。これもよく質問があるんです。何から始めたらいいんですかっていう質問をね、今情報がいっぱいありますから、本当何から始めたらいいのかって迷っちゃうと思うんですけれども、私がね直接あなたの体を見ればもうこれとこれとこれやってくださいって言えるんですが、お会いしたことがない人だとわからないので、まずは何個かちょっと動画を見てやってみて、これなら1週間は続けられそうっていうものをまず1週間続けてみる。それが一番大事なことになりますね。ハンドクラップとかダンスみたいな楽しい種目がいいのか、もういや最初はじっくり腹筋やりたいのか、その人によって好きなものが変わってくると思いますから、とにかくこれなら続けられるってものをまず1つ決めて1週間頑張ってみる。もしくは途中で飽きちゃったら変えてもいいので、とにかく何でもいいから1週間続けてみることが大事です。それでも本当何やったらいいか分かんないよっていう方は、私のおすすめは一番最初にやるのは何はなくともスクワット。スクワットは足とかお尻の大きな筋肉を使うので、エネルギーもたくさん使うし、スクワットの動きっていうのはトレーニングの基本になるんですね。なのでスクワットの動きをまず最初にマスターすると、その後いろんなトレーニングをするときにすごく上手にできるようになります。そして普段の生活の中でも立ったり座ったりっていうときに
しっかり筋肉を使って動けるようになるので、スクワットをまずマスターすることが私のおすすめです。で、今日はすごく簡単にできる初めての家トレの方におすすめのスクワットをご紹介します。はい、じゃあね、初めての家トレにおすすめのスクワットは名付けてやったースクワット。ちょっとやってみますね。やったー、やったー。ちょっと恥ずかしいですかね。なんで万歳してやったーっていうかっていうと、ちゃんと理由がありまして、まず万歳することでしっかりね、背中が伸ばされます。どうしてもスクワットやるときに背中がこう丸くなっちゃう人がいるんですけど、立ち上がるときに前にこうちょっと倒れてから万歳することでしっかり背中が伸びて、最後お尻をねキュッと締めてもらうと、背中側の筋肉もしっかり使って姿勢よくできるので、万歳することがすごく大事なんですね。今なかなかね、頭より上に手を上げることがなくなっちゃってるので、どんどんね手を上げる力も弱くなってますから、しっかり万歳しながらスクワットやってください。あともう一つ、なぜ声を出すかっていうと、声をハーって大きい声を出すとお腹に力が入るんですね。スクワットやるときに体幹をしっかりさせたいのでお腹に力を入れてほしいんですけど、なかなかお腹に力入れるのが最初は難しいので、声を出しながらやったーってやってもらうとお腹がねギュッと力が入ります。なのでしっかり声を出してやってもらうことがポイントになります。もしうるさくしちゃダメで声を出せないという人は、息をしっかりふーっと吐きましょう。ここからふーって出せば OK。 でも本当は声を出して笑顔でやってほしいです。なぜかというとね、楽しくなるから。だってね、トレーニングってなかなか全然面白くないんですよ。だけど笑顔で声を出してやると、なんか最後まで頑張れるし、笑顔と声を出すことってすごくストレス解消にもつながるので、それだけでもねすごくメンタルにもいいので、最初はなんかちょっとおかしいなと思っても声を出しながらやることを私はおすすめします。ではね、10回一緒にやってみましょう。声は何でもいいので好きなことを言っちゃっていいです。1個だけ注意ポイント、足は肩幅に開いて、膝がねこうやって中に入っちゃう人がいるんですけど、これ膝が痛くなっちゃうので、肩幅に開いたら膝も同じ方向に向けてください。まっすぐでもいいし、少し開いた方が良ければ、やりやすければそっちでもいいです。つま先と膝が同じ方向に向いてれば、まっすぐ前でも少し外に開いててもいいので、こういう風に内股にならないようにだけ気をつけてやります。最初はねまっすぐが多分やりやすいと思いますから、わからない人はまっすぐでやってください。じゃあいきますよ。好きな言葉を発しながら、じゃあ1回目、せーの、やったー、やったー、やったー、うん、万歳、ありがとう、嬉しい、楽しい、大好き、あと何回だっけ、あと3回、イエーイ、やったー、お尻締めて背中伸ばして、ラスト、うわーい、はあ、結構ね疲れます、でも声を出して勢いつけてやると頑張れるので、ぜひこのねやったースクワット、自分でやったじゃなくて、なんか全然どんどんアレンジしちゃってるんですから、最初まずこれから、あ疲れた、やってみてください。私のチャンネルの他のねいろんな動画を見てもらうと、他にもこう足を開いてやるワイドスクワットだとか、立ったままでね腹筋をやる方法なんかもあるので、他のものと組み合わせて、最初はもうこれだけでもいいんです。もうちょっとできるなって日は、他のあと4分間のトレーニングとかを組み合わせて頑張って、まずは1週間続けてみてください。1週間続けるとだんだんそれが習慣になってきますから、1ヶ月とかも続けられるようになるので、頑張って継続をしてください。コメントの方から質問などもお待ちしています。はい、40代からの動ける体チャンネルでは、これからもかっこいい体になっておしゃれを楽しみたいだとか、動ける、もっと動ける体になって好きなことを楽しみたいというあなたに、
役立つ情報をこれからもどんどん配信していきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それから隣のベルのマークを押していただくと、新しい動画がアップされた時やライブ配信などのお知らせも届くようになりますので、全てにチェックをお願いいたします。みっこ LINE 公式アカウントでは登録していただいた方に、年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という動画を限定でプレゼントしています。説明の欄から LINE 公式アカウントというところを見つけていただいて、ポチッとよろしくお願いします。それではまだまだ元気に遊ぶぞ、うーぐんぐん、危ない、バイバーイ。